ご無沙汰しております。岩泉巡防官の工藤です。久しぶりにですね、動画を作っております。今日はですね、ショート動画の方にも先日載せたんですけれども、こたつ板を、作り変えて改造した、机の形をした棚についてですね、もうちょっと深掘りしてお話ししていきたいと思います。こちらですね、机というか棚なんですが、見た感じは本当に会議机のような、非常にこうシンプルな形の机になっています。で、この足の部分はですね、こちらで新しく材料を、提供してというか、出してきて使ったものなので、もともとのそのこたつ板だった部分というのは、この上の天板の部分だけというような形になります。でもこれがもともとの、お預かりした時点のこたつ板なんですけれども、材料は栗ですね。で、栗なんですけれども、本当に木目が荒々しくてですね、もう非常に魅力的な、個性的な、こたつ板だったなというふうに思いますね。水墨画のような木目の太さと、でそれが、荒波のようなですね、荒れ狂う海のような、非常にこう、荒々しく組み合わされた、本当にこう魅力的な、材木だなというのが、よくわかります。で、こういった荒々しい木目、ただこれ単に荒々しい木目というだけではなくて、かなり太い、材木から取れた板なんですね。今回の机、もしくは棚については、この真ん中にですね、隙間というのがもともと設けてあるので、ここから半分に切って、そして2つ並べてですね、横長にして、そして天板に使ってほしいという、そういったご注文でした。やはりですね、こう今の時代ってなかなかこたつを使われなくなってきてるかなというような実感ありますよね。もしかしたら皆さんのお家でもそうなんじゃないでしょうか。昔は、和室というか畳の部屋でこたつは使っていたんだけれども、最近はもうフローリングのお部屋に生活空間が移って、そしてフローリングの方では床暖房が入って、あるいは、エアコン暖房などですね、そして断熱、部屋自体の断熱も良くなって、そしてこたつをあまり使わなくなったっていう、そういうご家庭が多いんじゃないでしょうか。で、そうなってくると、こたつが、いらなくなる、安価で買ったこたつ板というのは、そのまま粗大ごみになってしまうんですが、こちらのお客様の、このテーブル天板、このこたつ板ですね、非常にうちとしても、いい材木を使って、そして手間暇をかけて作らせていただいたものなので、やっぱりこう捨ててしまうには非常にもったいないなと。そしてこれをお作りしたのが、27年前の1996年なんですよ。で、1996年であれば、まだかなりいい材木が山から出てきていた時代なので、今となってはこれぐらい迫力ある材木というのが、うちの倉庫にも、ほとんどないんじゃないかなと。そういったものなんですが、であればこそ、このこたつ板を何かの形で残したいなと、そういったお客様のお気持ちっていうのはすごくよくわかるんですよね。だけれども、この四角いまま、ほぼ正方形のままで、テーブルにしたところで、ちょっとそれは使い勝手は良くないのかなと、別の使い方をしたいなという、そういったこと、お気持ちがあったんだろうと思いますが、これをこう長くして机にするというふうな、ご注文をいただいたものでした。それで出来上がったのはこういった形になりますけれども、本当にですね、この上側の面っていうのは、元のこたつ板をもう表面を、サンドペーパーもしくはカンナ掛けをして一旦きれいに完全に落としてしまって、でその上から新たに漆を塗ったものなんですけれども、特にうちでお作りするものの場合、完全に新品で、一から、原板から作ったものよりも、一度こう漆塗りをして、そして何十年使っていただいて、でそれを一旦表面を磨き落として新しく漆を塗ったものの方が、こう漆の乗りっていうのがすごくいいんですよ。で、なぜかというと、この木目の部分ですね、こう黒くなった部分というのは、いわゆる導管といって、木が根っこから葉っぱまでこう水を運んでいたこう穴なんですけれども、穴の集まりなんですが、この中にもともとの漆というのが奥まで、染み込んでいるというか、入り込んでいるわけですね。でそれを、表面を多少削ったところで、
まあ、深くまで染み込んだ漆というのは落ちないわけですから、漆がある程度木目の中に残ってくれるよ、そしてその上にさらに漆を塗り重ねるよということになるわけですから、まあ、もともと例えば、まあ、4回5回漆を塗って、でその4回5回分が、この木目の中に詰まって残っていて、そしてその上からさらに4回5回と漆を塗り重ねるわけですから、まあ、合計、まあ、すごく雑な言い方をしますけれども、まあ、5回プラス5回で10回分漆を塗ったぐらいの美しさがこの特に木目の部分に出てくるというわけですね。ですから、まあ、本当に1から、新規にご注文いただいて、こういうふうな、まあ、机あるいは棚を作るよりも、まあ、今回のようにですね、こたつ板、27年前に作らせていただいたこたつ板をリフォームしてこういった形にする方が、まあ、表面のこの、天板の美しさというのはもう2倍にも3倍にもなるということですね。でもうこのお客様の本当に嬉しいというかありがたいことっていうのは、まあ、通常であればこの板は表も裏も削ってきれいにするわけですけれども、まあ、このお客様の場合はこういった使い込んだ風合いというのは、まあ、残しておきたいということで、まあ、ちょっとこうやって拡大すれば、輪染みの跡ですね、こうコップを置いたりした焦げたような跡なんかがここに残るわけですけれども、まあ、もしくはこういう小さい傷ですとかここら辺のこう擦り切れてしまった部分というのがこの家具というのはこう刻まれていくわけですね。27年分の生活というのがこうしっかりこの板の表面に刻まれていくわけです。でそれをまあ残しておきたいなということで、まあ、せっかくその27年使ったこたつ板をリフォームして、机、まあ、机型の棚に変えるのだからそれを残しておきたいということで、この裏側の方はもうその使い込んだ面は削らずにそのまま今回は残してあるんです。ちょっと写真としては撮りませんでしたけれども、裏側はその、使い込んだこたつ板のままなんですね。で、この今上になっている表の分だけを、まあ、きれいに削って、まあ、磨き上げて、そしてこういう美しい仕上がりにさせていただいたというのが、この、机型の棚という商品でありました。まあ普通家具というのはもう買い替えるのが前提だよ。まあ、特に家具に限らず家電ですとか最近車なんかそうですよね。もう売る時のことを考えて、まあ、残価設定ローンなんていうのを組んでみたりとか、あるいはもう買わないでもうリースするだけでいいよね。あるいは月額いくらで好きなものを好きな写真を使い放題できるよというサブスクなんていうのもあります。要は自分がこれが欲しい、これを手元にずっと置いて、まあ、生活を共にする、そういうものがもうほとんどなくなってきてるなというのが、まあ、実感としてありますよね。家具についても、まあ、何十年使っていただきたい、そしてその買っていただいたお客様が使わなくなった後、もしくは今回のようにですね、こたつ板としては使わなくなったんだけれども形を変えて別のところで使っていきたいと思っていただけるような家具を今後も作っていきたいと思います。というわけでですね、まあ本日は、まあ、このこたつ板を作り変えた、机型の棚というものについて少し深掘りしてお話しさせていただきました。まあ、もし皆様のところでですね、まあ、うちで昔お作りしたものでちょっとまあスタイルを変えたいなというものがありましたら、まあ、こういう形にしたいんだけどできますかということでお問い合わせをいただければ、こちらの方で、検討させていただきたいと思います。ただまあそのうちで作ったものじゃないその別のメーカーさんの家具というのはなかなかやはりこういうことが難しくてですね、例えば、表面の塗装が、まあ、オイルや漆ではなくてウレタン塗装だったりとか、それからまあそもそも木材ではなくて合板ベニヤ板みたいなものだったりとか、そういったものだとちょっとうちでは難しいので、まあうちで、お作りした家具に限りますけれども、まあ、そういった表面を磨き上げて塗り直すというだけではなくて、こういった全体的な形を変えるという、ご注文も受けたまわりますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。